司法書士試験どれぐらいの学習時間がいるの？動画の視聴ありがとうございます。私レック専任講師根本と申します。ここではこの司法書士試験が一体どれぐらいの学習時間がいるのかということについて検証していこうと思います。まずこの司法書士試験難易度はどれぐらいなのかということでこちらまあいろんな試験士のまあ合格率というのを並べてみました。 この司法書士試験、まあ、年よってて違いまますすが月、まあ、4前後と言われてますあの司法試験は数字高いんですが、まあ、母体が予備試験もしくは法科大学に卒業した方だけなのであまりこれは気にしないでくださいじゃあこの4%の試験当時はどれぐらいいるのかとあと他の試験はどれぐらい時間がいるのかと一般的にこれがネットで出回っている学習時間です大体見るとこれぐらいの時間がいる っていうような感じで出ています。でこれを見ると使用書試験が3000時間というふうに言われてるんです。まずそもそもこれ本当に3000時間なのかということを検証した方がいいです。というのがこの3000時間が必要条件か十分条件か、それをどこ見ても載ってないんですよ。 必要条件っていうのは3,000時間はないとだめだよと。最低3,000は必要だよっていう意味なのか、十分条件、3,000時間やれば絶対大丈夫だよまず、十分条件ではないのは間違いません。3,000時間以上やっていても受かってない方はいらっしゃいます。 じゃあ逆に最低何時間なのじゃあ最低が3,000時間かって言ったら必要条件かと言ったらこれも否定します一発合格者のデータを見る限りは12001500ぐらいで受かってるんですよ必要条件が3,000時間というのはおかしいと思います じゃあななんんでこんな数字なのかとえ。こちらなんですがあの何人かの一発合格の方にどれぐらい勉強してましたかとってことを結構時間かけて聞いたんですよ。でそうするとだって平日でよくて2時間から3時間土日で6時間ぐらい。でこれを合算していくと1週間で10時間。 で、プラス22時間、平日10。で、土日二、えー、22。で、1月でだいで大体128。これを1年の学習に換算すると、これぐらい。で、これも、あの学習初期段階から、こんなにがっつりはやりません。まあ、実際には1年よりもうちょっと勉強時間はありますが、それでも、初めのうちは、たぶん、平日だけか、もしくは土日だけかの勉強で十分こったります。 となると3000時間という数字は必要条件でもないし十分条件でもないと思うんですこれから学習しようと思っている方その3000時間を確保するそれができるかできないかで勉強を始めるかどうかというのを決めないでくださいこちらに載っているような時間帯学習始めからじゃなくていいですある程度の段階から 平日2、3時間、休日6時間、こういった学習時間が取れるかどうか、そこで学習をするかどうかを決めてみてください。ちなみに、えこちらの数字ですが、これはあくまでもあの受験指導校の講義を受講した場合の時間です。受験指導校の講義を受講する場合は、どのタイミングで何を勉強すればいいか、また、 どのタイミングでどれを復習すればいいかといった学習計画学習スケジュール頭悩ませなくて勉強だけに特化できますもし独学等を選択するのであればこの時間プラスどういった学習をするのかその計画を立てる時間またどういう計画がいいのかっていう情報収集の時間こういった時間もかかってくるものと考えてください。 こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。